はいどうも、カッパ園長です。じゃあ今度は、この NHK の報道の、まあなんだろう、一応一部誤り、修正したっていう内容なんですけど、まあいわゆる NHK の嘘ですかね。デマ。うん。これ何についてかっていうと、この昨日かな、この岸田総理がね、この外国人留学生、ね、この水際対策緩和してね、5月末までにね、希望する人みんなウェルカムみたいな、10万人規模で、想定みたいな、そういうお話と、で、そうやってこの集まった外国人留学生に10万円も支給しますみたいな、10万人10万円っていう話したじゃないですか。うん。あれが一部ね、実は誤りで、昨日の内容だと、昨日までの内容だと、ね、外国人留学生、に対してだけ、うん、10万円給付するかのように、書かれていたんですが、これ実は違くて、むしろメインは日本人の学生。日本の学生、困窮している日本の学生の、10万円支援っていう話がまずあって、で、まあ、組んだ予算、ね、想定した、人数が、まあ、少なかったのか、予算に対してまだまだ余裕があるから、まあ、要はこの金が余ってるから、確か3月9日から第3次募集が始まりますよっていう話で、その追加の募集に、この外国人留学生も含まれますっていう話なんですよ。言ってる意味わかりますかね。これ一応画像ちょっと見にくいかもしれないですけども、もともと最初にね、まあなんかこの NHK が外国人留学生に対して、10万円給付する日本政府が決定しましたって発表した。で、すぐこれ修正かけてます。うん。左側が、要は経済的困窮の、なんていうのかな。水際対策緩和、入国も困難の外国人留学生に10万円支給決定っていうのがあって、で、本当は経済的困窮の外国人留学生や日本の学生に、だから日本の学生にも、ね、NHK の書かれ方は日本の学生はついでみたいに書かれてますけど、本来はね、もともと日本政府が取り組んできたことっていうのは、日本の困窮した経済的にね、うん、弱い立場に置かれていた日本、だからこのコロナでですよ。ね、バイトしたくてもできないと。うん。ね、実家のこのね、まあお父さんお母さんたちのね、まあ仕事もままならない。っていうこの困窮した学生、経済的に困窮している学生に、まず10万円支給しますよっていうのがあって、それが資金的にちょっと余裕があると、ね、余ってると。余ってるっていう状況がそもそも何なんだって話ですけども。なので、この追加、この第3次募集、ね、3月9日から、ここに外国人の留学生も含めますっていう、そういう話、それが正しかったことらしいんですよね。うん。そう、だからこのてっきりふみきゅんがね、突然勝手に決めたのかと思って、ね、昨日はね、何考えてんだと、けしからんなと。ね。うん、っていうふうにお伝えしましたけども、一部ちょっと違ったってことなんですよね。うん。だからこの配布の、なんていうのかな、対象が、そもそも日本の学生であり、ね、外国人留学生に限ったっていう、外国人留学生限定っていう内容じゃなかったってことなんですよ。ただね、うん、そもそもが、ね、追加でなんで外国人の留学生を含めるのかっていう、そこも大いに疑問なんですけどもね。じゃあありません？うん。余ったからじゃあ外国人に配ろうよって。いや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 、日本国内にまだ日本国民で、ね、助けを必要としている人たちって、別に学生さんだけじゃないですからね。うん。それをそっちに振り分ける、振り直す。そっちが先なんじゃないの？それでもね、いよいよなんか余りました。いや、とにかく日本国民最優先にしてもらわなきゃ困るんですけどもね。うん。だからまあ NHK がね、どういう意図を持ってね、この外国人留学生にっていうのをなんか前面に出して、だってどう考えたってこの記事のタイトル、うん。誤解を招くっていうか、わざとやってるとは思いますけど、それがどこの、誰に向けた、どういう意図で、何のつもりでこんなことしたのかがよくわかんないですけども、うん。そう。だからそもそもこの NHK のこの報道するこの意図も、よくわからないし、で、結局日本政府はこの外国人留学生も含めるとしているその理由もね、やっぱりこの納得いかないし、これも賛同できないですよね。
ね、日本のこの経済的にこのね、追い詰められた困窮している学生に対してっていうのなら全然わかるんですけども、なんで外国人留学生に、困窮外国人留学生っていう設定がまずよくわかんないですよね。うん、だって生活に困るぐらいだったら、ね、そもそも留学する必要あります？ね、どうしてもっていうんだったら、ね、この国費留学生、ね、それぞれ の、 この母国、祖国が、ね、この費用を捻出してくるもんじゃないの。なんでわざわざ日本が、ね、この金工面して、ね、ウェルカム、うん、歌わなきゃいけないんですかね。おかしくないですか、ね、分かって言ってますけど、利権ですよね、当然ね。だってね、じゃあ例えば日本人が、日本人の学生が、まあ学生というか、まあ日本人が、どこがいいかな。じゃあアメリカに留学したいです。うん。金用意すんのって留学する人でしょ。あるいは、なんかこのね、そもそもこの、なんだろうかな、この国費留学生みたいな、なんかの公務員の偉い人で、ね、なんかそういうこの1年2年、どっか外国に行ってみたいな、そういう人未だにいるわけでしょ。うん、何にせよ日本側が用意しますよね。うん、留学、ね、受け入れる側がわざわざお金も用意して環境も用意して、日本なんてだってお金も払うわ、小遣いもあげるわ、住むとこも用意するわ、どうぞどうぞ来てくださいっていう調子なんでしょ。何考えてるんですかね。うん、だから NHK のこの誤報を、うん、正しく伝えていないっていうのは、まあ相変わらずで問題があるし、NHK がこの部分は当然いつも通り間違ってるし悪いんですけども。そもそもね、正しくはこうでしたっていう日本政府の決定もね、僕は間違ってると思いますけどもね。うん。だから結局さ、こういうのもそうですよ。放置しっぱなしだからね、やっぱり舐められてんですよね。うん。だって、ね、いざ、だって日本だっていつ攻められるかわからないわけでしょ？ねえ、だって有事を想定してなきゃおかしいのに、ね、有事の際もこんなの続けることってできるわけがないでしょ。うん。だってじゃあ、ね、じゃあ戦争起きました。戦争前はね、お小遣いもくれてたし、住むところもね、提供してくれてたのに、なんで戦争始まった途端にそれなくなっちゃうんですかって文句言われても何も言い返さないつもりですかね、日本政府は。ね、この辺がもうあちこちいろいろおかしいっすよね。この留学生とかさ、ね、技能実習生とかね、もうそれだけじゃないですけども、とにかく日本ってこの外国人に対するなんていうのかな、この捉え方というか受け入れ方で、受け入れてからのこの対応も何にもこの定まってないですよね。とにかく外国人をこのなんか手厚く手厚くみたいな、ね、なんか起こしても、なんか問題を起こしても、なんか腫れ物に触るじゃないけど、なんかこの厳しいこと、だって法を犯してる、ね、犯罪に手染めたような人間に対しても、なんかよくわかんない、このマイルドにマイルドに、できるだけこのね、波風立てないようにみたいな。なんだったらごまかしきれるんだったらごまかそうなんていう、そういう感じでしょ？おかしくないですかね？日本人だろうが外国人だろうが、ダメなもんはダメでしょ。おかしいものはおかしいでしょ。うん、っていうことをね、やっぱりやれるようにね、この法律、法整備ね、用意しとかなきゃいけないし、うん、で、実際にそれをね、厳しく適用しなきゃいけないですよね。だからどっちもできてないんですよね、日本って。ただね、この金払ってね、どうぞどうぞって呼び込んで、ね、あとはもうやりたい放題やらせる。で、なんかあっても日本政府、責任取らないじゃん。ね、だ結局なんかこう面倒なことを押し付けられるのは我々一般日本国国民ですからね。うん、おかしくないですかね。で、実際このなんだろう、 NHK のこの誤報ね、これはやっぱりね、この外国人留学生って言ってますけど、メインは中国人の留学生ですからね、ご存知の通り。で、中国人の学生たちがめっちゃ喜んでるんですよ。うん、だからこの留学生、外国人留学生の、ね、水際対策、入国、ね、この緩和する、5月末までに、ね、10万人規模を想定、ね、もう大喜びですよ、本当に。で、まあなんかこの JAL、なんか日本の企業もね、この中国人留学生向けにね、なんか入国手続きのオンライン説明会とかやっちゃったりとかさ、うん、おかしいっすよね、この国って、いろいろと。そんなに日本壊してでもね、私腹肥やしたいもんなんですかね。ちょっとありえなくないですか、日本政府も企業もさ。うん、ちょっとおかしい人たちが、もうちょっとちょっとちょっとじゃないですよ。だいぶ、
だいぶおかしいですよね。日本人ってなんかこの外国人に対してなんでこんな甘ったるいんでしょう。ね、うん。いや、なんていうのかな。いいことはいいでいいんですけどね、ダメなもんはダメ。ね、特にこの緊急時、だってコロナ禍ですよね。うん。何考えてんのかさっぱりわかんないですよね。相変わらず岸田政権はね。うん。ね、わざわざさ、ね、水際対策、入国も緩和するわ。うん。ね、支援金まで設定するわ。ね、そりゃ中国人大喜びですよ。どうしてくれんですかね、本当に。いやーもうちょっと次の選挙で本当に考えないとダメですね、いよいよ。うん。決断するべき時だと思います、やっぱり。うん。岸田政権はね、もう全然信用も信頼も何も期待できないですね。完全に日本を敵に回してるとしか思えない。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。